中3青春真っ只中だっていうのに。どうした？うちの学校の男子酔いのいなすぎー。まあ確かにすぐパンツ下ろすようなやつばっかよね。うちの学校の男子たちって。どんな中3じゃ。でもルックス的には結構イケメンもいないか？いやいやいや、豊姫さん。はい。あんたね、ルックスだけで選んでたら絶対に苦労するわよ。でもかっこいいのが良いじゃん。いやねえ、お子ちゃまの考え方で。あのね、想像してごらん。たとえルックスがドストライク、めっちゃ好みでもさ、趣味が合わない、話が合わない、そんな人と長時間過ごしてみ、ただただつまらん時間よ。まあ、それはそうか、大人ね霊夢。まあね、ルックスはある程度でいいのよ。イケメンすぎても浮気とか心配だしね。はぁ、あ、私の運命の王子様はいつ現れるのだろうか。まあ高校に行けば新しい出会いがめっちゃあるんじゃない？違うのよ違うの。人生でたった1年しかないこの15歳中3に恋愛したいのよ。なるほどな。まあいろいろ行動を起こせばいろんな出会いが待ってるさきっと。そうね。そうと決まれば放課後駅前に遊びに行くわよ。別にいいけど。ちょっとちょっと豊姫、見た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 。季節外れのサンタでしょ？そうそう、この真夏にサンタてね。ってちげえよ。あ、行っちゃう。いやー、なかなかのハンサム爽やかイケメンボーイだったわね。何よ、やっぱちゃんとチェックしてたのね。うん、霊夢が好きそうな可愛い系イケメンだって。バレたか。お、やっぱ好きな感じだった？うん、めっちゃドストライク。おかしいわ。寝床に入ったら秒で寝れる私が、情熱気の良い私が、お前は今から調理されるんか。今日見たあの人のことを考えると、興奮しちゃって眠れない。いやなんでこっちがメハートなんだよ。あの人を見た瞬間、ビョ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 ンと何か体を走ったの。これは運命？ビビビじゃなくてビョ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 ンって。間違いないわ。きっと向こうも私に何かを感じたに違いない。いやすっげープラス思考。今頃彼もおそらく、中華鍋の中で眠れずに私のことを考えているはず。いや100歩譲ってお前の存在に向こうも気づき、今頃君のことを考えている可能性はあるかもだが。ねえよ絶対ねえよ、中華鍋で寝てる可能性はゼロだよ。おっしゃ？私決めたわ。とりあえず明日とよ姫に報告せねば。とよ姫とよ姫とよ姫。あ、落ち着けお前は闇か。あ、めんご。で、どうした？あのさ、昨日見た子いたでしょ？あ、あの美少年。私決めたわ。今日駅前で待ち伏せして。ダメよ誘拐は。そう後ろから車に詰め込んで。って誘拐なんかしねえよ。告発するのよー。マジかー。いや、まだ相手の性格とか趣味とか何もわからないやん。それが？見た目が完璧すぎて一目惚れしちゃったんじゃー。いや、性格とか相性が大事って言ってたのどこのどいつだよ、おいこら。ここのこいつです、昨日言ってました。いやね、なんかビビッと運命を感じたのよ。これは間違いない。私の王子様なのよ。まあ別に私に止める権利はないからお好きにって感じだけども。おっしゃ、今日から青春恋愛生活開始じゃー。昨日初めて見て一目惚れしました。私と付き合ってください。いきなりドストレートに行ったー。あ、あの、私女なんだけど。視聴者様、仰天エピソード。好きになった男子に告白したら、女の子だった。マジか。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。